キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。いたずら合戦、昨日川でこれを見つけたの。それ前にもあったわ。みんなもっと気をつけるべきよ。そうね、プラスチックを川に捨てちゃダメよね。川の水が汚れたりしたら大変だもの。ベイビーボトルダニのみんなに教えなきゃ。あ、じゃあ水に色をつけるのは大騒ぎになるんじゃない？平気よ、すぐに消える。そしてみんなの様子を山の上から観察するな。いいわ、ちょっとだけよ。面白くなりそう。3回カット。ちょっとどいて。私の勝ちね。次は私、この装置を発明したの。空飛ぶ石よ。危ない。うそ、ミッシー何をしたの？何にも。じゃあなんで水が紫なの？家から出る青も紫よ。みんな、おしゃべりの泉を見に行こう。ハッシュタグ紫、ハッシュタグ水。アイスクリームみたいに甘いの？何か大変なことが起きてる。ファンタジーたちに相談しましょう。ハートの翼、ファンタジーの世界へ連れてって。左足出して、右足出して、開いてちょうだい、ファンタジーポータル。みんなどこに行ったの？私にも見せて。ナーラがいるよ。ケイティかわいそう。見てよ、キャンディーのあの顔、ひどすぎ。色水のいたずら最高だわ。うん、水に色をつけたのはファンタジーたちよ。私たちを見てた、山の上から。そして笑ってた。やり返そう、私たちも同じことをやるの。こんにちは。コニーがケーキを作ったの。家に食べに来て。ケーキ食べたい。ねえ、全部食べないでよ。飛べないんだから。どこ行くの？コニーの家、ケーキを食べに。3人を観察しよう。最後に笑うのは誰かしら。早速罠に引っかかった。見てて、ティナはこう言うわよ。どう？オレンジは大好き。私の目の色にぴったり。次の罠にも引っかかった。見てよ、私キイチゴみたいで素敵でしょ。まずい、こっちを見てる。待って、逃がさないわよ。色水で汚れたじゃない。先にやったのはそっちでしょ。ただのいたずらよ。汚れは落ちるわ。みんなに教えたかっただけなの。この前、川にプラスチックボトルが落ちてたから気をつけてほしくて。水はとっても大事なのよ。だから大切にしないと。そのことをみんなにも分かってほしいの。でもこんないたずら最低。それにそんなボトル知らないわ。でも誰かが捨てた。もうしつこいわね。私たちは捨ててない。そんなはずの。それ私のよ。見つけてくれてありがとうね。この前風で飛んでいっちゃったの。ところで今日は何のお祝い？何をお祝いしてるか。ああ、色水の日や。あ、最高。ごめんね、助
確かに私たちちょっとやりすぎたわ。でもこのいたずらは冴えてた。ファンタジーマジックヒアーズ。うわー、とっても綺麗。素敵。わあ。何があったのか誰か教えてくれる？するのにパワーは必要ない。ワンディもスーパーヒーローになれるよ。しっかり捕まってキャンディ。私もヒーローになれる。待て悪者、この谷の平和はバッドベイビーが守ってみせる。ウィーニー真面目にやってよ。今助けるからね。これじゃバッドベイビー失格。スーパーヒーローはみんなを守るの。ウィニーは私の相棒よ。つまりあなたはスーパーウィニー。私たちはこの谷のスーパーヒーロー。やっつけてほしい悪者はいる？特にないわ。本当？悪者に意地悪されなかった？悪い宇宙人とか。本当よ、今日は虫さんも見てない。じゃあね、お風呂に入れなきゃ。がっかりしないで、これくらいでスーパーヒーローは諦めないの。ヒーローに助けてほしいことはない？ないわ、ごめんね。スーパーヒーローここに参上。じゃあね。ご近所のヒーローとセルフィーは？つまんないの。助けて、お願い、誰か助けて。助けに来たよ。この子は相棒。ありがとう。パズルを作るの手伝って。うん。何かあったらまた呼んでね。これじゃスーパーヒーローになれないよ。何にも事件が起きないんだもん。そうだ、自分で事件を起こせばいいんだ。見張ってて。忘れるなんて。あ、金のおしゃぶりがなくなってるわ。落ち着いて、バッドベイビーのパワーですぐに見つけてあげる。感じるわ、こっちの方から。見つけた。ありがとうバッドベイビー、私のヒーロー。開かない。バッドベイビーのパワーを使えば簡単に開けられる。1、開けるわよ。2、よいしょっと。ありがとうバッドベイビー。バッドベイビーがドアを開けてくれたんだって。それにキャンディーのおしゃぶりを見つけて。あ、スケートボードが。バッドベイビーに任せて。ありがとうバッドベイビー。こんなに事件が続くのはなんでだろう。じっとしてて、バネの靴でジャンプしてあなたを助けてあげる。ご褒美はクッキー。ちょっと、そこまでよ。自分で事件を起こしてたのね。私が？違うわよ、助けようとしてたのでしょ、レイディ。レイディ。私はバッドベイビーじゃない。レイディは私のせいで飛んでちゃった。人騒がせね。
ねえ、どうしてこんなに危ないことしたの？私もスーパーヒーローになりたかったの。ワンディは本物のヒーローよ。ネイディを助けてくれた。みんなスーパーヒーローね。マジヒーロー！わあ！スーパーワンディとスーパーミニー誕生！すばしっこいの見てて。わ、すごくかわいい。家ではできた。みんなペットは元気？まあまあね。見てたよ、あそこから。リリーが何があったか教えてくれたの。はい、リリー。みんなを助けたくて来たの。私たちのペットはすごく優秀だから。見てて。みんな、いい？ 1、2 の3でやって。1、2。ファンタジーターン！もう、なんでこうなるの？大切なのは強さと素早さです。そのためには訓練が必要です。ルールに従い勝手に行動しないこと。ほら待って、ダメ、危ないよ。遊びじゃないの。これは訓練する道具。みんな訓練を始めるよ。さっき言った通り勝手な行動はダメ。まずは丸太渡り。さあブルー頑張って。その調子。とっても上手。全然ダメ。いい気、あなたならできる。さすがだわ、あなたは世界一のペットよ。次の訓練はジャイアントダンス。おくくくパンポだよ。いい、レニー。いくよ。おくくくパンポ。さあキティやるよ。さすがキティ。三つ目は玉乗り。いい、ネイディ頑張って。しっかりね、キティ。あなたが世界一のペットだってことを証明するのよ。ほら頑張って。やったね、キティ。最後の訓練はこれ、ぐるぐる回るポー。頑張って、絶対できる。もっと早く。そういう意味じゃない。頑張って。ああ、残念。ほらキティ、飛び越えてみせて。上手でしょ。止めー、時を止まれ。時を進め。熱くなりすぎたと思わない？頑張らせすぎたわね。ごめんね、キティ。怪我はない？あ、本当にごめんなさい。あなたたちの番よ。
DD のことも忘れてないわ。さあ訓練よ。私にもやらせて。そうじゃない、早くジャンプしなきゃ。ちょっとドリーミー、このタブレットは私のなのよ。ああそうだね、もういい。でもハートの翼を手に入れる方法は教えないからね。ねえレナ、ドリーミーはどうしたの？知らない、ファンタジーマウンテンに行くみたい。探しに行こう。そうね、行きましょう。左足出して、右足出して、開いてちょうだい。飛行機より高く高く飛んで、階段をぐんぐん登って、ハートの翼を手に入れる。ダメ、ハンドルを切って。そう、そっちの方。待って、コアリーは車を止める前に寝ちゃうかも。ほら、どうしたの？見て、これすごい。レナは自分が主役のゲームを作ったみたい。違う、私が本物、私がレナ。信じられない、声まで聞こえる。どういうこと？わからない、ここから出られないし動けないの。どうやって遊ぶの？ねえ、下のボタンを使うの。ああ。私動いてる、いや、あなたが動かしてる。嘘、本当にレナ？私を動かして、お願い、なんとかして。私に任せて。ジャンプボタン押して。難しいわね、これがジャンプボタン。違う、ジャンプ。これを見て、ハートの翼よ。ゲットしたら出られるかも。オッケー、わかったわ。気をつけて、ライフがあと2つしかないわ。もうまったく。やめて、もう2つ。ゲームだから疲れないわよ。ああ、ジャンプさせて。疲れたんでしょ？ジャンプさせて。私にやらせて。ダメ、順番子よ。私にやらせてってば。ライフがあと1つになっちゃった。やっていいよ。いや、あなたがやって。私を救えるのはドリーミーだけ。ドリーミーはここよ。どうしたの、誰か呼んだ？ドリーミー、助けて。私よりこのゲームが上手でしょ？ええ、そうよね。ファンタジーマウンテンから全部見てたわ。でもタブレットは自分のものだし、ゲームはさせないって言ってたのは誰だったっけ？悪かったわ、ごめんなさい。私が間違ってた。お願い、助けて。はい、わかった、達人に任せて。おお、やった、すごい。頑張れドリーミー、すごいわ。頑張れレナ。頑張れドリーミー、頑張れドリーミー、いけあ、どうしたの？タブレットが壊れて動かなくなった。私たちのせいね。どうやってゲームの中に入ったの？気づかないうちにポータルの中に入っちゃったの。なんて言ってたんだっけ、確か飛行機より高く高く飛んで、高く飛んで階段をぐんぐん登って、ぐんぐん登って、それからそう、それよ、ハートの翼を手に入れる。ハートの翼を手に入れる。やった、嘘、助けて、出られない。すんごくいいアイデア。
られなかった。マジックキラー！やった！あなたはゲームの達人よ。当然よ、レナに教わったもん。見て、ゲーム！次はミッシーだよ。私は明日忙しいからぐっすり寝なきゃ。ローリー、あなたが行って。わかった、行くわ。最高、私の番なのね。今夜は眠れそうにないわ。やれやれ、毎晩こうだけど、ここでゾッとするものはこのカップケーキだけ。おい、お化けが置いていったのかも。お化けはコニーの頭の中にいるの。もう寝よ。ローリー、泊まりに来てくれてありがとう。いいのよ、もう寝て。コニー、毎晩泊まるのは無理。なんとか一人で寝て。でもお化けが。だったら羊を数えればいいんだよ。それに好きなことをすれば、ケーキを作るとか。いっぱい笑う。ファンタジーたちが来たわ。怖いものに勝つ方法を知ってるよ。え、本当に？魔法のヘルメットを使うの。すごい、ファンタジーヘルメットよ。うわー、これは普通のヘルメットじゃない。被ると誰でも勇敢になる魔法の力が込められてるの。コーニーすごく似合ってるよ。強そうだわ。だね、本物のファンタジーみたい。あれは偽物なんでしょ。そうよ、でもコニーは信じてる。これでやっとぐっすり眠れる。ダメならペットたちに任せよっと。部屋がめちゃくちゃ。何してるの。スースーに言われた通り、この魔法のヘルメットをかぶってみたら影が消えたの。実を言うと、そのヘルメットに魔法のパワーはないのよ。自分の力で怖さに勝ったの。本当に？一人で？つまりそれって私は勇敢ってことね。そう、勇敢だから頭の中のお化けが消えたのよ。私を信じてくれてありがとう。
眠れたかな。ああ！私を助けに来たんでしょ。戻って羊を数えればいいの。ここは本当に安全なの？言ったでしょ、お化けなんていないのよ。お尻がちょっぴり痛いけど。お願いがあるの。ティアラを貸してくれる？バッチリおめかししたいのよ。お願いお願い。いいわ、ティアラを貸してあげる。でもそういう態度はやめて。今年はみんなの注目を独り占めできるわ。何があっても絶対にティアラをなくさないって約束して。わかった、なくさないわ。私の王冠、素敵でしょ？かじったら怒るわよ。ファンタジーに頼んで借りたの。特別なフルーツだから絶対キャンディーより目立てる。それはどうかしら。わあ、つけて写真撮りたい。私もそのティアラつけてみたい。私も似合うか確かめたい。ダメよ、絶対ダメ。すっごく大事なものだもの。じゃあ明日の私のパーティーでね。みんなのパーティーだよ。ティアラさん、よく休んでね。明日は一緒に輝くわよ。ほほう、今日はパーティーよ。どうしよう、ティナのティアラがないわ。ティアラはちゃんと金庫に入れてたの。ティナ、私を信じてちょうだい。ティアラがないと何も見えないわ。何も見えないの？ティアラがないと魔法は使えないの。誰が取ったの？返してよ。私が羨ましかったのは分かってるの。キャミ、一緒に犯人を探して。あなたは旅行に行ってたから犯人じゃない。私も犯人じゃない。ファンタジーとスケボーしてた。なるほど、翼の広場の全員が容疑者ってことね。あなたは違う、パティ。犯行現場から出てって。誰が撮ったんだろう。私を見ないで。手伝って、ティナ。まず犯行現場をじっくり調べましょう。サングラスに、リボン、充電器。見て、これは何？キャンディーのよ。じゃあ指紋を取る粉を使ってみよう。どうやら容疑者は3人。よく聞いて、ティアラを盗む動機があったのは3人よ。私もそのティアラつけてみたい。シャック、キャンディーが貸してくれないから盗もうと思ったんでしょう。そんなことしてないよ。じゃあなんで犯行現場にあなたのサングラスがあったの？わかったよ、あそこに行ったのは認める。でもティアラをつけてみたくて、どうにか金庫を開けたんだ。はっはーん、よし。ティアラをつけて鏡を見たら全然似合ってなかったから金庫に戻した。じゃあ犯人はレナ。あなたの充電器を見つけたの。私じゃないわ。家に行ったら金庫が開いてたから、 SNS に投稿する写真を撮っただけ。で帰った。ということはティアラを盗んだ犯人は。私も似合うか確かめたいわ。サーシャ、私にはパイナップルの王冠があったのよ。じゃあどうしてこれが現場にあったのか説明できる？どう？それはプレゼント用よ。みんな同じものを持ってるわ。確かにそうね。じゃあなぜ不安そうなの？私は盗んでない。私の王冠？ダメ！逃げないで、泥棒を捕まえて。この王冠を守るために走っただけよ。謎が解けたわ。ペットの足跡の。やだ、
なんで見落としたんだろう。うん、ごめんね、サーシャ。あなたがティアラを盗むわけないのに。いいのよ、結局一番注目を集めたのはキャンディーじゃなくレイディーだったマジックティアドロボー騒ぎのおかげね。結局最高のパーティーになった。